レインボーブリッジ国定公園はアメリカ合衆国ユタ州南部にあるクレンキャニオン国定レクリエーション地域によって管理されている景観保護地域である。レインボーブリッジ自体は世界でも最も高い自然境と言われることが多い。1974年に開拓局が報告した景観は275フィートだったが2007年に レーザー光線で計測した値は234フィートだった。その頂部では42フィートの厚さがあり、幅は33フィートである。ランドスケープアーチユタ州南部には他にも2つの自然のアーチがある。コロブアーチとランドスケープアーチであり、どちらもレインボーブリッジより、景観が数メーター長いことが確認されている。しかし、これらはアーチであり、ブリッジとは考えられていない。 レインボーブリッジの高さは290フィートあり、これら2つのアーチよりも高い。ただし、アフリカのチャドにあるアロバアーチは高さ394フィートとされている。世界で最も高いアーチは、中国のテシクタグ、通称シプトンのアーチであり、推計高さ1200フィートとされている。また同じ中国の厚生地湾族自治区にあるジアンレンブリッジ、通称フェアリーブリッジは、 景観、約295フィート、開口部の高さ210フィートあり、世界最大の景観を持つ自然境とみなされている。レインボーブリッジは、世界の大型アーチの中でも、比較的容易に接近できるものであり、アリゾナ州ページにある2カ所のマリーナから2時間ボートに、乗って、パウエル湖を渡り、ブリッジキャニオンにある、国立公園三橋から1マイル足らず歩けば良い。あるいは、 パウエル湖の南側にある登山口から陸路7日間歩けば行き着ける。ただしこの場合はウィンドウロックにいるナバホ族の許可を得る必要がある。ナバホ山川から見たレインボーブリッジと周囲のキャニオンレインボーブリッジは山上期末とジュラキに形成された砂岩からできている。山上期からジュラキにあった激しい気候を変動によりサハラ砂漠が作られたような海と砂漠が交互に現れ、 硬さの異なる砂岩の層ができた。ジュラキの末までに海がこれらの砂岩層を覆い、現在あるように硬く固められたものができた。最終表記にブリッジクリークが成長しつつあったコロラド側に流れ、まず柔らかい岩層を掘り取り、三畳期とジュラキの硬い岩層が残り、幅広いヘアピン状の屈曲部が生まれ、レインボーブリッジとなる砂岩のフィンの周りに流れた。この ブリッジの上には以前のクリークの流路が今も見られる。水が屈曲部や広い点の周りに戻ってきて、包みに沿って渦を生じた。クリークがレインボーブリッジのフィンの周りを流れると、この侵食力のある渦が上流側と下流側でできて、岸壁に丸いくぼみを掘り込んだ。最終的にクリークの堆積物が柔らかい砂岩層を洗い流し、 硬い層の実を後に残した。レインボーブリッジ周辺の衛星写真レインボーブリッジは、ナバホ山のふもとにある岩勝ちで孤立した峡谷にあり、この橋を神聖なものとしていたインディアンによって、昔から知られていた。古代プエブロ人からかなり後に、バイユート族やナバホ族がこの橋を、ノンゾシーすなわち、石に変わる虹と呼んだ。現在もインディアンの数家族が近くに住んでいる。 1800年代までにレインボーブリッジはさまよい歩く罠漁師、鉱山師、カウボーイなどにおそらく見られていた。しかしその存在が外の世界に広められたのは1909年になってからだった。この年二つの探検隊が伝説のブリッジの調査を始めた。一つはユタ大学の学部長バイロン・カミングスが率いたもの。 もう一つは、中の測量士 WB ダグラスが率いたものだった。最後は二つの隊が協力し合った。パイユート族の案内人、ナスジャビゲートジムマイクが道案内し、公益業者で探検家のジョン・ウェザリルも加わった。8月15日午後遅く、現在のブリッジキャニオンに入り、探検隊は初めて、レインボーブリッジを見た。翌1910年5月30日。 アメリカ合衆国大統領ウィリアム・ハワード・タフトが、レインボーブリッジ国定公園を指定する、大統領国事を使った。ユタ州、オルヘトスナワチナバホ山から徒歩と馬でこの地を訪れた、初期の旅人の中には、セオドア・ルーズベルトとゼイン・グレイがいた。第二次世界大戦後フレンキャニオンのイカダノリの人気が、出て、レインボーブリッジは近づきやすくなったが、それでも、 コロラド川を数日間航行し、それから数マイルはキャニオンを歩く必要があった。1950年代初期までにリーズフェリーからジェットボートで上流に遡ることができるようになった。1956年にグレンキャニオンダムの建設が承認された。1963年までにダムの水門が閉じられ、パウエル湖ができて川やキャニオンに水をたたえ始めた。 水位が上がったので、モーターボートが使えるようになり、さらに近づきやすくなったので、毎年数千人の観光客が訪れるようになった。1974年、昔からレインボーブリッジ地域に住んでいたナバホ族が、アメリカ合衆国内務省開拓局コミッショナー及び、アメリカ合衆国国立公園局局長を相手取り、連邦地区裁判所に訴訟を起こした。これは、 タウエルコの水上昇で水に浸かった、ナバホ族の宗教上重要な場所を保存しようというものだった。裁判所は、水の貯蔵の必要性の方が、ナバホ族の心配ごとに優先するとして、ナバホ族の訴えを却下した。1980年、第10地区構想裁判所が公共の場所としてあるレインボーブリッジを閉鎖して、ナバホ族が宗教的儀式を行うことは、 すべての市民の心境の自由を守るアメリカ、合衆国憲法に違反すると裁定した。1993年までに、アメリカ合衆国国立公園局総合管理、計画が多くの公的なデータを取り込んで採用された。この計画実行の一部として、国立公園局は、レインボーブリッジに関わるインディアン五部族と相談した。すなわちナバホ族。 ホッピ族、サンフアン南パイユート族、カイバブパイユート族、ホワイトメサユート族だった。彼らの関心の中心はレインボーブリッジであり、そこは宗教の神聖な場所であり、保護され敬意を払ったやり方で訪れるべきところだった。さらにインディアンは訪れる観光客や橋の下を歩くことについて心配を表明した。今日国立公園局は観光客が レインボーブリッジを長く神聖なところとして崇めてきた人々にとっての重要性に敬意を払うよう求めている。しかし観光客がブリッジの下を一方から近づき、他方に抜けること、あるいはクリークの川床を歩くことは違法ではない。橋の下には擦り切れた道があり、常に使われている。ありがとうございます。